立川文学賞は東京立川しロータリークラブが提唱し、立川市民有志によって創設された日本の文学賞である。東京立川しロータリークラブが25周年を迎えることを契機に文化的な貢献を行おうと2010年に創設した。実行にあたっては立川市、立川商工会議所などと連携し、 市民有志による実行委員会により運営されている。第1回は、直木賞作家、下田影樹を審査委員長として2010から11年に実施され、全国から266作品が集まった。賞金は、対象が30万円、加作が5万円で、対象と数点の加作をまとめて一冊の本として5月に出版した。 第2回は2011から12年に実施され、海外3カ国を含む213作品が集まった。賞金は、対象が50万円、加作が5万円、対象と数点の加作をまとめて一冊の本として6月に出版した。第3回は2012から13年に実施され、海外3カ国を含む34都道府県より237作品が集まった。 賞金は、対象30万円、加作が5万円、対象と数点の加作をまとめて一冊の本として6月に出版した。第4回は2013から14年に実施され、全国34都道府県より231作品が集まった。賞金は、対象30万円、加作が5万円、対象と数点の加作をまとめて一冊の本として6月に出版した。 第5回は2014から15年に実施され、海外3カ国を含む、全国34都道府県より178作品が集まった。賞金は対象30万円、仮作が5万円、対象と数点の仮作をまとめて一冊の本として6月に出版した。第6回は2015から16年に実施され、海外2カ国を含む、 全国37都道府県より182作品が集まった。賞金は対象30万円、加作が5万円、対象と数点の加作をまとめて一冊の本として6月に出版した。第7回は2016から17年に実施され、全国33都道府より160作品が集まった。賞金は対象30万円、加作が5万円、 対象と数点の仮作をまとめて一冊の本として6月に出版した受賞作一覧第1回、第2回第3回第4回第5回第6回第7回。ありがとうございます。